こんにちは。みゆです。鬼です。はい。本日は、はい、森先生がですね、いつもレッスンしている神奈川県平塚市にある湘南銀河大橋ゴルフにやってまいりました。ということで、はい、なんかみゆちゃんが前に苦手としてた、つま先上がりと左足上がり前やったんですよね。はい。結構前ですけど。そうですね。今回その逆傾斜でつま先下がり、左足下がりもやっちゃおうかな。はい。上がり系を前回、まあ、前回で前やったん で、ね、今日は下がり系でちょっとやっていこうかなと思います。下がりやりたいです。お願いします。お願いします、はい、じゃあ、まあ、9番アイアンぐらいちょっと持ってもらって、はい、レッツゴーですね。うん、はい、捕まるようにもなってると思うからさ、はい、下がりも行く。前まではね、結構右に行ってたからけどね、つま先上がりとか多かったのに、ちょっと捕まるようになってきたから下がりは大丈夫。ちょっといつも通り下がり打ってもらいましょうか。はい、2,3,9。はい、うまいよ。うま、ね、うまいよ。はい、ミユシ成長してると。お、ミユシ成長、ありがとうございます。そうなんですよ、てるか。それで実は実はこそれしてる。いや、そうですよ、してますよ。練習の頻度どれぐらいになった？週1。前まで2週に1回とかね。そうです、前回言ってましたよね。そうです、そうです。触るようにしてます。うまいんだよ。うまい、うまい、ナイス。え、ちなみにつま先下がりどっち行きやすいかとかっていうのは分かってます？してますね。つま先下がり、下がり、そう、そう、右、正解。そう、下がり系は結構右に行きやすいんで、はい、まあ、次やるつま先下がりとそうだし、今右に飛んでってるのは全然悪いことじゃないから。めっちゃうまい。これは右に出て OK、 右に行きやすくなるんで、打ちたい方向よりもちょっと左向いて、そう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 、打ってあげるっていう感じで、それ無理に捕まえに行こうとしなくて大丈夫。はい、相手出やすいよね、うん、そう。でつま先下がりって今みたいなトップとかになると結構多いんですけど、つま先下がりってボールの位置が遠いじゃないですか。はい。なんかそのままこう合図、こうやって構えますって時にボールの位置が平面よりも遠くなるの分かります？はい。遠くなるんで、その分だけ足広げて重心下げといてあげないとボールに届かなくなるんです。はい。なんで重心下げる、で下げやすくするのに足広げて重心下げといてあげる。で下げといてあげて、下げといたまんま、はい、そう、振っていくときに、ちょっといいですか、これ下げたものを打っていくときにバッとこうやって上がっちゃうんですよ。そうするとボールに届かない、下げてトップになっちゃうんで、うん、下げたものを下げた状態で振っていってあげる。ただまあできるだけ可能な限り体は回していく、上げないようにした状態。それをこう固定することを意識しすぎて、このままパチンってこうやって止まっちゃうと巻いてっちゃうんで。へえ。そうそう、せっかく右に行きやすいなと思って左向いてるのに左曲がってたら大変なことになるじゃないですか。はい。それ下げた状態のまま振り切れるだけ振り切ってあげましょうねっていう感じ。へえ。オッケー。やってみよう。はい、やってみます。ちょっと。で、下げる。下げる。そう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 。下げたまんま振っていく。そう。これ膝の数が変わってるの分かりますか？わかります。伸びてます。上に上がっちゃうんでトップになっちゃう。膝は曲げたまま、そう、重心の高さ変えないで打つんで、この重心の高さのまんま打つから膝の角度は変わらないはず、うん、今それが見えてる場合、こう曲げたものが打った瞬間にパーッとこっちに打っちゃってるんで、はい、そうすると構えた時も上戻ってくるじゃないですか、ヘッドが。なんで今みたいにトップになっちゃう。下げたまま、下げた、下げたまま、さあ、オッケー、そう、ナイス、ナイスショーです。すごい。後半とか疲れてくるじゃないですか、とドライバーは足腰回んなくなるんで手で振っていきます、とシーピンしてつま先下がりにいきます。はいはい。つま先下がりに行って重心保ってなきゃいけないのが疲れてくるから上がりますって言って、シーチシャンクしたりとかトップしたりとかっていう負のスパイラルに乗りやすい。あー、なるほどね。あとは距離じゃなくて、距離じゃなくても高さだけ意識してセカンドショットはできるだけ部屋内の平らなところに出してあげるっていうのを、まあ、体力に自信ない人とか、まあ、女の子とか多分そうですよね。確かに意識してあげると次は打ちやすいとかになるかなって。
なるほど、ホームランだらけるってそういうところもあるんですね。そうそうそう、そうなんですよ。できるだけ体力使わないところに確かにそうですよね。エコでエコそうやってでしたな、まあ、OK、そう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 、うん、ちょっと浮いちゃったけどね、その分だけって、うん、で多分前は多分、まあ、こういうのだとドライバーの次とかセカンドね曲げてとか、そうですね、ただある程度距離が必要な状態の時に打つことが多いと思うんで、はい、今これ9番じゃないですか、はい、長いクラブでもちょっと打てるか確認したいので、はい、そうね、何でいつもそうですね、ユーティリティですね、多い、はい、ユーティリティでちょっと一回打ってみましょうか。はいはい、ダッシュダッシュダッシュね、またさスクワットやってよ。頑張って。またスクワットやるあれ。モザイクお願いします。面白かったです。ちょストレッチだけスクワット、罰ゲーム、罰ゲーム。罰ゲームで。なんでそっちたのもう。スクワットね、いいですよ。走ってきた、戻ってきた。よし。じゃあ、はい、今と同じ感じで。あとちょっとポイント1個、あのボールが遠いんで、あのつま先上がりの時は短く持ってもらってたんですけど、短く持っちゃうとボールに届かなくなっちゃうんで、つま先下がりの時はそう長く持ってあげた方が届きやすい。短く持った分だけもっと下げればいいんですけど、あ、はい、しんどいですよね。しんどいです。なのでできるだけ長めに持ってあげたいと届かん。わかりました、うん、そうです、そう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 、と多分下げる量が少なくなるんで、はい、上がっちゃった上がったコース行った時もやっぱこう上がっちゃう、届いてないってことなのかな。届いてない、そうです、そうです、届きにくい傾斜にはなるんで、うん、そう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 でボール上げようとしたらダメですよ。はい、今ちょっとこう下げてるものに対してボール上げようとして右にまた戻ってきちゃってるんで、はい、だから左膝が伸びちゃう、うん、伸びてます、ずっと上げようとして低い球でいいんで、はい、低い球で打っていくんです。はい、そうそうそう、下げてで、そう、ナイス、ナイスナイス、綺麗な放物線描くようなボールってこういう傾斜が強いラインは出ないんで、そう、あまりこう綺麗なイメージ持たなくて大丈夫です。もう低い球です。そうそうそう。特にミュウちゃんの場合、こう上げようとして右に残るのが結構癖なんで、まあ、全てのボール低い球でいいやって思ってもらった方が、綺麗に飛んで右にパーって抜けたりとか左に行くぐらいだったら低い球でまっすぐ行ってもらった方が。確かにそれは。それはそうですね。あとはこの傾斜の角度の度合いにもよると思うんですけど、ある程度までいっちゃうともう番手下げるしか。そういうのもまあ自分の感覚なのかな、これちょっと難しいかなと思ったら下げておくみたいな。そうそうそう、うまくいかなそうなの、なんかちょっと構えづらいなとかあるじゃないですか、傾斜がそう強くなった時とか。そう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 、例えばでもこんな傾斜はあんまないと思うけど、そうなんかちょっときついなと思う時あるじゃないですか。はい、あります。思ったら番手は下げないといけない。うん、まあ確かに、これ9番でもきついかもしれない、本当だったらピッチングとかでもいいぐらいだけど、そう多分それでもう一回それ構えてもらっていい、多分アイアンの方が構えやすいはず。うん、そうそうですね、違和感を感じたら変えるっていうのは手にしない、構えた時になんか当たんないんじゃないかなみたいな、そういう違和感で、もう思ったら絶対当たんないんで私たちでも、あ、なんか失敗そうだなと思ったらそれは絶対やらないし、へー、当たんなそうだなとかって思ったら基本的にそのままプレー進めることはないんで、すごいメンタルスポーツなんでちょっとの反感したらやめた方がいい。確かにそうですよね、前あのユイピーの時も番手一番手迷ったら下げるみたいなやってましたもんね。なんか番手9番か8番かどうしようかなとかって悩んだら短い番手の方にするで、短い番手の方がまあミスが少ない、クラブも短いから当たりやすいですし、まあ、距離が出ない分曲がる幅も狭くできるから、そう短い番手って言って結構うまくいってますよね。さすが森さん全然聞こえてないふりしてます結構うまくいってるよね、もうそこ難しい、チャレンジする、ちょっと一回チャレンジ、はい、あ、
い、上がってますよ。うわ、もっと下げといて。はい、もう回さなくていいぐらいの気持ちでやってみます。そう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 、そう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 、手打ちみたいにはなりますよ。これ手足つま先下がりの方が平坦って言ったらこういう風に下げて打ってるわけじゃないですか。はい、これ腰回せって言ったって弦があるんで、いつもの平坦でこう普通に打つ時みたいに体回そうとすると絶対にこの左膝もロック外さないと回んないんで、でちょっと手打ちみたいな感覚で全然大丈夫です。ね、チャレンジ精神が出てきた。そうなんですよ、逃げなくなったもういいんじゃない、次行こうよ感がなくなったんですかだいぶちょっとアスリートっぽくなってきた感じ、いい傾向たくさん吸収していく。そう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 、おお、いい。で確かに本当に右に行きがちだから。そうです。もっともっと本当は。そうそうそう。さっきのここで打った時とこっちで打った時と右に行く幅が全然違うの分かります。違いました。やっぱ傾斜が強くなればなるほど行きやすいんで。だからそういう急だなって思ったら思ってでも、まあちょっと右に左向いてあげるっていうのは心がけてあげた方がいいですね。へえ。ありがとうございます。っていう感じ、つま先下がりはこんな感じですね。そうそう、そうやって左にさ我慢できるといいですね。そう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 、そうなりやすい。あ、そう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 。みゆちゃんみたいなタイプは普通にこうちょっと打つ時とかもこう上がりやすいじゃないですか。こういう傾斜で練習してあげると、要は落として打つ癖がつくから、普通の平坦なところで練習する時もこうやって伸び上がるような癖治りやすいです。つま先下がりの対策としての練習もいいと思うし、普段のこの伸び上がりみたいなのを直す練習方法の一つとしても使ってあげてもいいかなとは思います。バッチリ、はいはいとか言えないよなバッチリです、ちょっと今伸びたけどOKOK、そう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 、ちょっとだけ、はい、ちょっといい気持ち落としてあげてその重心の高さを変えないようにするっていうだけ、簡単あの難しいことはやらない、難しいことはやらない、下がり、そう下がり、下がり、それこそちょっと短く持っちゃいたい気分なんですけど、おこれは私短く持って